たのかな。間違いない。この日記にその幽霊が文字を書いているのを見た。裏表紙に名前が書いてある。篠崎よしえ。何か大事なことがわかるかもしれない。見てみるか。今日も子供たちとたくさん会話をした。この学校の児童たちはとても健やかにすくすくと育っている。低学年の子たちの情操も穏やかで、父兄の方々にいっぱいの愛情をかけてもらっているだろうことがよくわかる。私も負けないように幸子をしっかりと愛してあげたいと思う。今日は幸子の7歳の誕生日。放課後一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。一日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後に先生は突然後ろから近づいて私の体を捕まえ、いつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と同じ方とは思えないとても恐ろしい顔だった。私は驚いてしまって自分に何が起こったのかわからなかった。私は体を曲げ必死で逃れた。資料室から出たが先生は追いかけてきた。目の前に1階の床が迫ってきたと思ったら体が動かなくなった。だらしなく床に這ったまま、私はどうやら死んだらしい。頭から血がたくさん出た。後で拭くのが大変だ。失禁もしていた。見ても目の前で大事な声が聞こえて私は我に返った。幸子が見ていたのだ。私を迎えに来たのだろう。先生が幸子に近づいていく。何をする気なのだろうか。やめてくださいと叫んだが、私は死んでいて声が出なかった。幸子は小さい体で逃げたが、先生はすぐに追いついた。そして私の目の前で。なんとひどい人だろう。先生は私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。また自分は悪くないことにするのだ。許せない。案の定だった。校長先生は私の死んだ理由を不注意の事故死と押し通して、優しかった他の先生や子供たちが泣いてくれている。私もとても悲しくなった。保健室の私の机に知らない人が座っている。私の代わりの保健医だろうか。でも子供たちは誰も来ない。だんだん理性を失っているのがわかる。私がどんどん消えていく。私でない黒い意識が私の中に入ってきている。嫌だ。これは幸子の母親か。ああ、そうだな。気の毒だ。待って、なんかおかしいよ。日付が、幸子が生きていたのって1973年の児童殺害事件の時でしょ。そうだな。この日記だとさらに20年前の話になっている。どういうことだ。保健院吉江の死後日記は、無念の死を遂げた女医の悲痛な思いを書き連ねたものだった。自爆霊となった彼女に続けて日記を書く出来事もなくなってくるのだろう。そこからはただ寂しい
寂しい。幸子に会いたい。子供たちに会いたい。許せない。殺してやる。と言った感情の殴り書きが並んでいるだけだった。なんだ。このページから開かない。After a certain point, the diary's pages became so blood-soaked that they were all sticking together in a coagulated mess of gloppy paper. Skipping past a blood section yielded to the very last few entries in the book, all of which were dated around 20 years later. 7/12/1973. さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。みんな大好き。やめさせなければならない。私がこんなことで喜ばない。幸子、やめなさい。あいつの一族は許さない。末代までたたってやる。あいつらの脳に直接観念を焼き付けてやる。なんということだろう。20年も前に私と一緒に死んだ幸子は今生身の体で存在している。子供たちを殺めて魂を私の元へ送るなんて、そんなことで私は喜ばない。幸子、ここへ来て私と話をして。幸子は6人も殺めてしまった。しかも神隠しと呼ばれるほど完全に足跡も消している。あの子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させているようだ。幸子、やめて。私のためにと思っていたさっちゃんはもういない。殺したいから殺してる。いつの間にかそうなった。生きている人って腹が立つものね。私たちは殺されたのに、人を殺すやつって許せない。絶対殺してやる。だから殺すんだ。許、もっと殺せ、もっと殺せ、もっと連れてこい。さっちゃんのおかげでもう寂しくない。今日また3人も可愛い子供を送ってくれた。さっちゃんは私の自慢。私のことはもうわからなくなっているけれど。That's from the chapter one opening. あの子を私は愛してる。学校が廃校になった。校長が飛び降りた。ざまあみろ。皆さんでお歌を歌いましょう。楽しい歌がいいですね。ざまあみろ。汚い死に方だ。さっちゃんが学校の中を歩いている。誰もいなくなった学校の中を。面白がって入ってくるやつを殺すんだ。あの子も私ともう一緒の仕方がないんだね。After this, the rhyme becomes too jumbled to read. なんてこと。幸子は母親を寂しがらせないために子供を殺して霊界に送っていたのか。そのうちに心が壊れてあんな状態に。この母親の霊もきっと本心では幸子の暴走を止めてほしいと願っているはずだよ。うそうだな。どうすればいいのかわからないけど、幸子の心を解くためには、この学校の校長も、鍵を握っていそうだな。別館に確か、校長室があったはずだ。
どうした？いる。ん？よ、本当に何かいるのか、この先に。いるよ。気をつけて。Choice but to go through one room. What is this room? どうした？なんだろう。この部屋、呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ先に。Find something in this room. 分かった。先に出てて。の、早く来いよ。え、何今の声。私、喋ってないのに。篠崎、おい、篠崎。何？何？嘘。やだ、キシヌマくん、キシヌマくん。Oh boy. 閉じ込められたの。I made a great mistake. 開けて！キシヌマくん、開けて！誰か、お願い！やだ。Hey you！ 篠崎さん、よかった。無事ね。生きてるね。先生の声がする。これも、嘘の声だったら、泣くから。何を言ってるの？さ、おいで。もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの？会いたかったよ。ごめんね。怖い思いさせたね。あれ？先生、先生、ひどい怪我。あ、シロさん、骨折した腕が。篠崎さん、さ、立って、ここを出るわよ。Oh boy.That is not good. 早く！私に捕まって！私の体を登りなさい！先生！だけど！早く！Ailey, you better just do it. 片腕では、二人の体重を支えきれないわ。急いで、篠崎さん！あなたまで落ちちゃうわよ！ダメ！指が、離れる。ああ、もう、先生、先生。 That's going a bit too soon. 早く、上へ。篠崎！ユイ先生！先生！捕まって！大丈夫！すぐ上がるから！そこもいつ崩れるかわからないわ！外に出ていなさい！だけど！早く！キシヌマ君！篠崎さんを！先生！篠崎！来い！篠崎さん！篠崎さん！強くなりなさい。あなたは、誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら、叶えるのよ。話してくれた夢。
行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎。ああ、いや、篠崎、行くぞ、来い。離して、もうどうでもいい。篠崎、いいか、絶対に無駄に死ねぞ、先生の気持ちを。篠間くん、わかるよな、強くなれって。あいつは校長だわ。 Did you call into the incinerator? What a strange looking incinerator. Almost seems like something you see in a crematorium. なんだ、何か黄色いものを投げ込んでいた。You can see a yellow ribbon a few feet in, covered in soot. あれだわ、リボン。取れるかな。Arms not quite long enough. From the darkness within the incinerator, the figure of a girl can be faintly seen. She's squatting with hands around her knees. おい、お前。It's a Chico. Upon meeting your gaze, she spins in place and begins crawling deeper into the machine until she vanishes from the sight. なんだ。狭いけどこの炉、張っていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ。部屋でもあるのか。よし。待って、これ焼却炉よ。途中で火でもついたら。だな。よし、お前はここで待ってろ、俺だけ行く。よっ。待って、私も行く。待ってろって言ったろ。いや、私も行く。ったく、気をつけろよ、そこら中にホコリの塊とか引っかかりがある。I can't believe they just crawled into an incinerator. くそ、狭いな。だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのが、こんなに不安だとはな。もし今、出口や入り口が塞がれて、この体勢のまま動けなくなったら。余計なことを考えるな。すごい埃とすす。なるべく吸い込まないようにしなきゃ。大丈夫か？って、刺しちゃっただけ。針金みたいなの出てた。そうか。来ないで。お願いだから来ないで。
no, we're gonna keep going. やっぱこの先何かあるな。行くぞ。来ないで。来るな。だから来ないでって言ったのに。This way. So we'll find out where I'm going. What the ever living thing? What? 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 What?おそらく天神小学校の校長だな。What? やだ！ゆか、見るな。これって、ああ、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。あれは、なんだ？鍵みたいに見えるけど。ああ、どこかの鍵だな。取ってくる。危ないよ！やめて！大丈夫だ。慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。机か何かのか。パスポートキー。うん、サトシ、早く戻っ